どうも、洋次郎です。はい、先日ですか、アルバムの一斉視聴ツイートイベントって言ったらいいんですか、あれが行われた時に、七二次の公式さんの方から、いやー6月30日のライブみたいな、なんかそういうなんかツイートをされてて、あれと思って、ライブなんだったっけなと思ったんですけども、そちらの情報こちらでしたね。6月30日の、20時から、ファーストアルバム、11という名の永遠の素数リリースを記念して、渋谷プレジャーから、復活定期公演七二次ライブ2021を生配信ということでね、どなたでも無料でご覧いただけますので、ぜひチェックよろしくお願いします。詳しくはこちらということでね、いや復活ですね。まあもともとあれはもう2019年ですか、19年に、渋谷プレジャー、今は、その当時はマウントレーニアホールでしたけども、そこで行われた定期公演が、1日限りで復活ということでね、そしてこちらのライブは、生配信で無料 YouTube チャンネルにて、いろいろおかしいけども、配信先は、7分の22オフィシャル YouTube チャンネルにてライブ配信いたしますということでね、ありがたいですね。なんかお金かかるかなと思っていたんですけども、そう、無料で見れるってことでね。うん。で、28日が、テレ東さんの、メロディー X で、29日が TBS のプレイリストで、30日が、こちらね、復活定期公演ってことで。いや、本当に、こんな言い方ですけども、ついに運営さんが、なんか本気でなんか、七二次を売ろうとしてるというか、アルバム売ろうとしてるっていう感じがしますね。今まではね、そのシングル等の発売よりもなんかすごく力を入れてやっぱりやってるなという印象なので、うん、いや、ついに本気出してきましたね。で、6月の最終週ですからね、それで、ね、勢いついて本当に定期公演、で、ツアーに入っていくっていう、感じなのでしょう。はい。いやいやいや、ね、そんな感じでね、今後とも応援していきたいんですけども、ルーリーがですね、昨日こんなツイートしてましたね。ちょっと待ってくださいね。こちらですね、海のルーリー、メモ、天地さんのパイナップルを間違えて食べてしまったが買ってくるということでね、これは滞在を犯しましたよ、ルーリー。どういう状況なんですかね。ここから先のツイートがないんで、状況がよくわかんないですけども、どういう状況でね、サリーのパイナップルを間違えて食べてしまったんでしょうか、ルーディーは。そうそうね、これ、サリーは、まあ、あれじゃないですか、あーっつって、私のパイナップルっつって、あ、ここごめんみたいな感じでね、もう、何やってんのみたいなね、そんな感じで、ね、サリーは言いますって、まあいいけどね、みたいな感じで、言いそうですけども、まあ、ルーディーはね、やっぱりそういうところはね、やっぱり、ね、ちゃんとしたいのか。やっぱりちゃんとしたい子なんでしょうね。やっぱりね、ごめん、マジでごめんみたいな感じでね、ね、買ってきちゃうんでしょう。この先のツイート気になりますが、今日話題ツイートされるのかな？うん。いや、そんなね、今日も、今日も、仲良しな、七二次メンバーでした。